ちゃんどうか肉食べたい。チキンめっちゃ食べたいの。はい、みゆちゃんパンケーキでーす。味しないバリー。これはちゃんとあのメープルシロップつけて。ワッフルみたい。ワッフルみたい。ワッフルみたい。美味しそうだね。でもふわふわで。エッグベネディクト。これエクストラエクストラ。わーお。みゆちゃんあの3もあるよ。だからベーコンエキストラで頼みました。サーモンはいい、サーモンあとあそこのベーコン、ベーコンはい、はい、よし、バージンっぽいね、はい、生ハムだよこれ、うん、いいね、高級、いいな、高級ってわかんないけど、はい、カリカリベーコン、あれポテトはSo we should breakfast so far? Look, perfect. Thank you. And just waiting for the queen. Yeah. It's okay. It's okay. Yeah, yeah, yeah. Today, our life is okay. So, Kumi-chan, あの、引き寄せ講座の受講生なんだけど、なんとムスリムにイスラム教徒に改宗したんです。それはなぜかというと実はそうハッピーウェディングなんです。そうあのね、クミちゃんは受講生の中でも、まあ、相当なネガティブ大好きさんみたいな、ネガティブばっか選ぶみたいな、そういう人で、まあきっかけはなんだっけ、ブログなんだよね、私のブログを、あのあそう、久美ちゃんはジャカルタにね、ジャカルタでお勤めしてて、あと2個か3個ぐらいしてて、そう、あのジャカルタで OL をやってたんだよね。でジャカルタでもう闇で病んでて、もううつ病寸前みたいな、まあなってたのかな、うつしてたんだよね、多分病院に行ってたけど、もうあれはうつでした、うん、今でもそうそう、うつ病みたいになってて、なんか逃げるようにバリ島にそうなんですね、なんかジャカルタから離れたかったんだよね、多分ちょっと一瞬でも、え、インドネシアこんな国嫌だとか思って、ね、やばい、このままだとなんか日本に帰りたくなっちゃうから、バリに行かなきゃ、でも誰も頼る人いないと思って、バリなんかこう素敵な人って素敵な人素敵な人って検索したの、いや素敵な人なんかこういい、なんかこういい感じの人とか思って行ったら、え、何このマリミさんって意味が分かんない、ネイリストで何で移住してるの、もうとりあえず分かんないけどこっち見てそう、それで私のブログをなんか、まあ普通さ、受講するとなると、まあ私の過去記事とかいろいろ今までの引き寄せ講座の記事とかをまあ一通り見て、あ、なんか受講してみようって思うのが普通なんだけど、久美ちゃんは1記事目その検索して出てきた1記事目だけを読んでポチってね、いきなり、はい、ありがとうございます。あ、これキンダーボールです。なんかすごいヘルシーじゃん、ね、ベジタリアンみたいな、ビーガン、ビーガン、そう、それでね、1記事だけを読んでなんか予約してくれる人ってなかなかいないから、え？みたいなしかもジャカルタだしね、え、なんか在住者の人の受講を募集してたかったから、まあ一回断ろうとして、そうだったんですね、そう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 、危ない、そう、基本、うん、日本からのお客さんしか取ってなくて、
そうで、まあ、電話したんだよね。そうメールだけでやり取りするのはあれかなと思って電話して、でなんかどうしても受けたいという、ね、4日間のコースで、でも4日間さら、ね、OL さんだったから4日間平日休めないし、まあ、仕方なくちょ土日の2日間を2回に分けて受講することになったんだよね。懐かしいね。そう、それが去年の2月ぐらい。そうなんだ、もう覚えてないんだけど、私も2月ぐらいなんだ。そう、それで受けたんだよね。2週間に、ね、2月と3月に2日間ずつで、まあ基本講座っていうのは4日間連続で受けないと、まあ、すごい話がもうね、もう膨大だから、そうすごい膨大で、やっぱ続けて聞かないと忘れちゃったりなんかするから、私はこう2回に分けるのもすごく、それじゃあなんか効果がないと思うみたいな、やっぱこう集中して自分と向き合う時間を取るっていうのがすごい大事だから、なんか大丈夫かなこの子って思ってたんだけど、そしたら案の定なんかね、やっぱジャカルタ戻ると元の私に戻っちゃうみたいな感じで、で続けて受講しなかったから、やっぱり案の定なんかジャカルタに帰ると元のふみちゃんに戻るみたいなリバウンド、ネガティブリバウンドみたいなのをしてて、でなんかバリに来ると元気になるみたいな、なんか摩訶不思議な現象が起こる。チャージですよ、チャージ、バリチャージしてる。そうすごいなんかアップダウンがジャカルタとバリの間にあって、でだったら毎月来ればいいんじゃないのみたいな、エネルギーチャージしに、そう、そんなことを言ってたら本当に来るってなって、そっから毎月来ることになったんですよ、うちに、ね、でその、毎月来る飛行機の中でたまたま席がね隣になった人、これたまたまじゃないんだけど実はね、あのそう宇宙的に見たらたまたま、まあ、偶然ってことはなくて全部必然なんだけど、まあ、たまたま隣に座った人にのような人ですね、なんていうの、たまたま隣に座った人が、まあ、運命の相手になるんですよね、これがすごいね。で、まあ、隣に座ったそのね男性と喋りながらバリに来たんだよね。そう、バリに来ました。で、まあ話が盛り上がり、連絡先を交換したんだけど、そう連絡先を交換し、まあ、その時はバイバイみたいな感じだったのね。そうそれがね、なんとパイロットさんだったんですよ。そうオーラがね、なかったから。パイロットさんがなんでエコノミー席に座ってたかっていうことなんだよね。たまたまね、クミちゃんの横にね、たまたま。じゃあなんでかっつったら、休憩してたの。違うね、パイロットさんは空いてる席に座れるんだよね。搭乗できるっていうね、やっぱパイロット特権みたいなのがあって、そのたまたま空いてる席がくみちゃんの横だったの。そう、たまたまじゃないでしょこれ。たまたまじゃない、超必然。しかもなんで空いたかって、その一緒に行く人と喧嘩して。そう最初ね、なんかインドの人と来る予定だったね。違う外人で来る予定だったんですよ。インド人と2人で予約してきたのに、なぜか私1人になりましたってなって、空港で喧嘩しました、ね、そうそれでそのインド人が来なくなったから、空席になった席にそのパイロットの彼が座ることになって、もうこんなドラマみたいなことあるみたいな。ママ、でもママはどうやってさ結婚したの？ちょっとそれはいいよ、まあね、撮ってるから。それは別の紹介で。で、ね、そこから別になんかすぐ付き合うとかじゃなかったんだけど、全然ね、バリ10
うだよね。そう、それでね、やっぱもう毎月来てて住みたい住みたい住みたいみたいになって、もうジャカルタがやだやだやだみたいになってて、やだやだやだって言ってて、でもその会社もやだってなって、でなんか急に私になんか12月でもう会社辞めたいんですみたいなことを言い出すようになって、で辞めたいなら辞めればいいじゃんみたいなまあでもね、その先何も決まってないし、でなんか移住するにもお金もかかるし、なんかそう結構ねジャカルタで高級取りだったから、クミちゃんはだからそれを捨ててなんか来ちゃうと本当何もなくなっちゃうから、まあ、そういうので、まあ、どうしようどうしようなんてやってたけど、でももうなんかもう決めないとなんかね、決めないと変わんないから現実って、だからもうやめないやめるで決めた方がいいよみたいな感じでね言ってて、そしたらね、なんかすごいミラクルが起こってね、自分から退職するつもりだったのに、何月だっけ、あれ10月ぐらい、10月ぐらいにもう12月で辞めてくださいって会社に言われちゃうんですよ。すごくないですか、これ。もうなんか宇宙ってすごいね、本当に願いを叶えてくれるよね。ですね。辞表を出さずに首。向こうから。もうどうぞお辞めください。これある？あったじゃん。あるから身勝手。ないよ。ないな。ないんかい、じゃあこっちはある片方ある、ミーたちは両方、ミーたちは両方、あ、ほんまや、両方の方が最強で1個は普通、じゃあ固め状態、そう、仏眼層のこと言ってて、そう、それでなんと首になるって聞いて、なんかね泣きながら電話かかってきたわけよ。でも私は、すごいそういう叶え方してくれるんだと思って、よかったじゃんって言ってるのに、なんか本人は泣いてて、やっぱこうね、いざね、そうやってクビになるとかだとピンチになっちゃってたわけだけど、私はそのピンチの後にチャンスがあるし、そう、ピンチがないと次のいい展開は展開にいかないから、よかったじゃんみたいな感じだったのね。そう、その思い通りになってるんじゃんみたいな、だって自分が12月で辞めたいって言ってたんだよ、そもそもみたいな感じで、そうそうそうで言ってたんだよね。今現実が変わると怖い、そうそうそう、いざそうなるとね、みんな恐怖が来て、なんか変わろうとするときお試しが来るんでしょ、こうやってなんか絶対心が揺さぶられるような出来事が来て、本当にそうしたいのかみたいなね、お試しがめっちゃ来ましたね、でもやっぱね、やめた方がいいからそういうことが起こってるわけよ、そうした方がいいからそういうピンチが起こってるわけよ、そうだからさ、なんかそれを受け入れて、バリに来ればいいんだよっつって、そうバリに来たところに何もね、無職だしね、何もないんだよ、何もないどころかね、本当クミちゃんは大変だったから、いろいろ大変ね、いろいろ大変だったから、まあなんかそんなんでバリ島、仕事辞めてバリ島来ちゃっていいのみたいな、普通の人だったら絶対その選択はしない、絶対しないし、まあ普通の人だったら日本に帰るのかな、なんだかんだで、そうですね、ね、別の職を探して、そうだね、普通にまた職探してなんかするんだろうけど、でもまあとりあえずクミちゃんはバリに来るって決めたんですよ、ね、自分が本当に いたい場所をなんかお金のこととか考えずに、今いたいのはどこかなっていう選択をしてバリを選んだんですよね。でそれが本当に魂の選択じゃないけど、みんななんかお金で選択しちゃうんだよね、やっぱりお金がこういくらかかるからとか、お金が、ね、ないからそこには住めないとか、お金で選んでも本当は住みたいのに、いやお金がないから行けないとか、まあ、そういうことをしてると、ね、あの魂の選択がずれていくから、人生はねどん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 うまくいかなくなってしまう原因になるんだけど、まあね、クミちゃんはそれでちゃんと、お金本
ってなかったけどね。本当なかった。あの頃はね、本当マイナスだったの。マイナスだったから、まあ、私ですら大丈夫、家とか誰で借りんのみたいな、ね、そのレベルからスタートだったから。確かに。そうだから、でも、でもやっぱ会社クビになったってことは来た方がいいんだって私も思ってた、うん、絶対この子はバリの方が、バリに来るべきで、こういうことが、こういう現実が起こってるんだって思ったから。そうそう、だからもうとりあえず来なっつってね。で何月だっけ、その10月12月にクビになって、そうそうそう、すぐ来たんだっけ。もうすぐ来ました。クビになった翌日に。あ、そうだよね。そうそう、クビになった翌日になんか来てたもん。来ちゃったって。そうそうそう、年末来てたよね。年末来ましたね。そうそうそう、年末来てたんだよ。バリに。バリに。その時まだ友達だったよ。師匠。そう、年末はほらくーちゃんとか来てたからうちに来れなかったの。くーちゃん3人で。そうそうそう、で住み始めて、住み始めたらなんかパリでビジネスそうできてたり、そうオンラインのビジネスね、まあ、それぐらいしかすることないから。そうですよね。そう、バリでなんか働こうと思ったらビザがやっぱね、就労ビザが必要だし、だからとりあえず観光で入ってきたのね。観光ビザで入ってきて、で自分のオンラインのビジネスをそのままね、やってて、でもういろんなミラクルが起こったよね。いろんなミラクルがありましたね。なんかで仕事が向こうからやってくるの。探してなくてもなんかやって、なんか任されたり、いろんなことを。そうそう、あとなんか家もね、何回引っ越しちゃったかな。家結構4回ぐらい引っ越しましたよ、この半年以内で。そう、半年間で4回ぐらい引っ越しはめになったり、まあそれもね、いい引っ越しだよね、全部ね、いいステップ。そうそうそう、いい部屋にどんどんなってってみたいな。で家が行った時は4回目の。そうね、バリに来てからその隣に座ったね、パイロットと仲良くなるってことだよね。急に急接近して、なんか一緒に行ってもいいですかとか言って、なんかうちに来て来ました。でパイロットでめっちゃいいじゃんみたいな。そう、そうしたらなんと、まあ、彼はねイスラム教徒なんだけど、なんか結婚の申し込みみたいな。すごいシンデレラストーリーだと思わない？もうすごいなんかうつ病で、なんかもう自殺しそうだった久美ちゃんが、そうですね、あの時は割とハッピーウェディングみたいな、どんなどんでん返しをするのみたいなね。えすごい、どこか似た頃想像できないね。想像できなかったですね。まさか結婚はね、なんか移住までは分かってたけど、自分がしたいからね。ほら、安心じゃない？そうそう。だからなんか、その先は、あの、ギフトよね。思ってもみないことが起こるっていう、あれよね。魂に従って生きると、思ってもないミラクルが起こるっていう。まあ、それがね、そう、結婚。なんかほら多分ね、ビザの心配をしてたから、一番なんか住むにはやっぱビザがね必要だから、じゃあそういうねビザも引き寄せちゃったっていう。もうだって奥さんになればもうバリに住めるからね。そう、インドネシア人になったなるんだよね。なっちゃうんだよね。でパスポートも変えるってこと？パスポートも変えないで、なんだろう、パスポートは変えないでいいんだよね。大丈夫だよね。そうそうそう、宗教だけ、宗教、そう、旦那さんの宗教にならないといけないから、あのあれなんて言うんだっけ、あれヒジャブって、あヒジャブ、ヒジャブ。すごい頼んじゃったから。そう、今コロナでビュッフェがないから全部オーダー式なの。全部美味しい。で、まあ、そんなこんなで、なんかね、
あれよあれよといろんな現実が変わって、あれよあれよでしたね。ねえ、でこんな素敵なリゾートでねえ、ご一緒することがなんかことになるなんて、本当に。あの頃の久美ちゃんには考えられない。全然考えられないですね。ヤカルタでとりあえず生きるのが目的でしたから。だって受講費を分割にしたの初めてだもん、ね。そうなんですか。基本一括払いだから。で回数で分ける子もいなかったし。そうなんだ。そうそうそう。まあそんぐらいね、だから特別まとまったお金もなかったのに、今じゃね、なんかすごい、あのすごい収入があるらしいですよ。皆さん、お嫁さんほどじゃないですか。あのバリにこう暮らせる。優雅に暮らせるぐらいはね、安心して暮らせるぐらいには、でもすごいことだよ、それを全部自分でね、自分の手でちゃんとね、でそれこそ真由美さんたちが発信しなかったらバリにそんないい人がいるなんて知らないわけだし、そうね、ブログやっててよかったって思ったよ、本当に。普通に帰るところでしたもん、ね、私は無理だ、大嫌いだと思って。でもそうやってね、日本に逃げたところで日本でも同じだもんね。久美ちゃんが変わんなければ多少移動しても同じようなね現実が来るわけで、よくみんなそれやるんだよね。なんかここから離れてどこか別のとこに行けばなんか変わるんじゃないかとか。いるんだよそういう人いっぱい。あの会社でもそうじゃん、ここを辞めて新しいところだったらこのね嫌な上司はいなくなるんじゃないかとか。でもね、その自分が変わらないとまたその他の場所行ってもその人がいるんだよね。だってそのメガネをかけて色メガネをかけている自分だから、また上司がここの会社も上司が嫌だとかさあの人が嫌だとかさね、それずっと繰り返すわけで、だから、まあ、クリちゃんはそういう自分を変えたんだよね。自分を変えたから現実が変わった。どう変わるか分かんないけど、とりあえず来ちゃったみたいな状態だったけど、でもその行動がね伴わなければいくら願ったって叶わないからね、そういうことは、とりあえず来てみるっていうその行動が現実を変えてたんだよね。とりあえず来てみないと分かんないし、そうそうそう、まあね、ダメなら帰ればいいしね、やってみて決めれたらね、いいのよね。そうだけどみんなこうやる前にあダメかもしれないと思ってやらないっていうのが一番良くないパターンだよね。もったいない、可能性を自ら潰しちゃうっていうか、失敗した方がいいのにね、いろいろ、失敗しまくりましたけど、とりあえず来たらなんとかなっちゃったしね。そう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 、なんとかなるんですよ。そうだから何が言いたいかって言ったら、もうみんなもやりたいことをやるってこと。嬉しい。あでもよかったね。ありがとう。よかったよ。本当。まあ大丈夫かなと思ってたから。本当ですか。そうだったんだ。他の子そんななんか問題を抱えてる子少ないから。そうだったんだ。自分で闇に入ってるから分かんないですね入ってたからか、闇だって毎回やばかったよね。うちに来るたんびにすごい負のオーラを漂わせて、そう一回出禁にしたの。そう、ね、一回出禁になりました。そうオグハウスにもう入ってくんなっていうぐらいもうエネルギーが悪すぎて、オーラもそんな時はありましたね。そう波動も低すぎて、もう映るから入ってくんなって病原菌が、そうちょっとね出禁事件もあった、そういえば。そうですね、だけどそうやって出禁にしてもね、久美ちゃんは変わろうと思って努力したんだよね。出禁してもバリでとりあえず日光浴びて頑張ってました。そうだから人は変われるってことだよね。出禁からこうやってご一緒できるぐらいは、ね、本当だよ。デキンするってね、デキンはね、本当ね、
ないよ今まで。私は聞いたことないです。久美、うん、ちゃん以外出禁にするって。出禁から来ないでとかって。そう、泥棒呼ばわりしてる。泥棒呼ばわりはしてないけど言いましたよ。あのこんだけいろんなあの知識与えたのに 何も変わってないじゃん、泥棒。あ、時間泥棒ね。そう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 、やっぱさ、確かにね、こうやって相談とかさ乗ったりさ、なんかねそういうのも時間を使ってるわけじゃん。そう、その時間を無駄にしちゃった。それは時間泥棒だよって話はしたい。そうですね、言ってもらったからまだ気づけましたけど、言われないと分かんないし、大人になってからそんなこと言ってくれる人もいないし、なんかそこでチーンってなんかこうそっとこう距離を離せら、距離を取られるよりもなんか言ってもらってよかったなっていうのは思います。しズバズバ言うからね。ズバリ言ってくれる人がいると本当ありがたいんだ。それが本当に友達じゃんね。なんかね、嫌われないように取り繕って、なんか、あ、いいよねいいよねって言い合う中って何も成長しないし、で心の中ではそうじゃないと思ってるわけじゃん。そっちの方がなんか気持ち悪くない？なんか本音で向き合って、ね、嫌われてもいいと思って、私は本音で向き合うから。そう、まあ、だから多分なんか、あ、無理っていう人は無理なんだろうね。そんな人いるんですか？いや、わかんないけど、多分なんか弱い人、心がなんかマインドが弱い人とかはちょっとそう、私が強すぎてあ無理かもと思うと思う。でもそう、でもしょうがないよね。それはそれもそれでしょうがないと思ってるし、だから私はマイルドにしたりしないし。マイルドの真由美さんに想像できないです。マイルドどころかワイルドです。ドストレートですね。ドストレートだよね。だってさ、本音で生きないといけない時代だよ。そんななんか嘘は通用しない。でも言ってくれたから気づけたし、よかった。そうそう。だからデッキング解除されたあたりからは、ねえ、なんか食べたことかな。ね、懐かしいね、デッキング。懐かしいな。まだ1年経ってないですね。そうだね。行きたい。プール飽きだよ。あの顔の方。なんでデッキになったんだっけ。 あれか、エミちゃんの。そう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 。昔の過去の辛い話。もう人の過去の辛いのをほじくって。そうそうそう。私も一緒に不幸だって言ってた。そうそうそう。エミちゃん、エミちゃんいるでしょ、うちの。えみちゃんとおばあちゃんのえみちゃん、えみちゃんのところに遊びに来てて、くみちゃんが、ね、なんかえみちゃんは毎日遊びに来てみたいなウェルカムの人だったんだけど、なんかくみちゃん無理かもって言い出して、で 何がどうしたのって言ったら、なんかなーつって、過去に一番辛かったこととか何ですかとか、もう質問がネガティブやねんつって、え、辛かった出来事わざわざ聞くのとかして、それやばい、それできんだって。その頃暗すぎて何聞いたらいいか分かんなかったもん。でもあれもバリ来たての時だよね。来たてで、来たてすぎて、でなんか会社首になりたてすぎて、なんかあ、そうそうそう、ドヨンとしてた。ドヨンとしてて、でなんか バリがもうまぶしすぎて、もうとりあえず人の暗い話を聞かないとなんかやっていけないとか思ったらしい。もうドリームキラーですよ、ほんと。その説はすいませんでした。ねえ、エミちゃんはフリーライフをエンジョイしてたのに、エミちゃんに今まで辛かった出来事は何ですかって普通聞かないよね。だからやっぱ精神状態が、ね、落ちてる時ってそういう質問をしようんだよね。なんかこう仲間を作りたいというか、ね、そうそうそう。でそうやって同じ辛い人を周りに置いて安心するみたいな。だからこうね、ハッピーな人とかと入れないのよね、そういう時って。だって波動が違いすぎるもんね。だから私もやっぱり波動が合わないから、クミちゃんが。だからもうオグハウスに入ってこないでみたいな。もうそんぐらい、もう何て言うの、関われない本当で。ね、それがさあ、これそうそうそう、ズームで言おうとしたんだけど、あの
研究所の皆さんのね、ズームでオンラインサロンの、あの昔っていうか今までは本当になんかそういうネガティブな人とポジティブな人って一緒に入れたのよ、空間に、同じ空間に。だからもちろん私がすげえもうすっごい、ポジティブな人でもさ、ネガティブな人と出会えてたのよ。だって同じ空間に入れる地球だったから今までは。だけどこれから本当この先の多分8月以降とかから本当にね、ドレッシングのオイルと調味料ぐらいはっきり分かれんの、分離で。そう、昔は振れば混ざり合ってたから、同じ空間に、え、なんでこうさ、私はこんなにポジティブなのにこんなネガティブな人をね引き寄せ合うの、え、類友の法則ってそうじゃないよねって、ポジティブな人はポジティブな人を引き寄せて、ネガティブな人とは出会えないんじゃないのって思ったけど、昔はこうやって振れば混ざり合う時代だったから、ドレッシングをね、そう入荷できてた。でも今はこれからのこの先は振ろうが何しようがきっかり分かれるみたいな、それは二極化って言うんだけど、そうやって分離していくから、そうそうこの人無理っていう人には出会わなくなると思うよ、同じ波動の人と関わっていくし。だからなんか人間関係が変わった人とかも多いんじゃない、なんか今まで友達だと思ってたのに、あ、もう無理みたいな、こうきっぱりお別れとか、まあそう、自分からそうしなくても向こうから去っていくとか、なんかね、波動が違う人とは本当に交わんなくなってきてるんだろうなっていうのはすごいなんかわかる、し、それがもっと強くなる、もっと強くなるんですね。だから離婚する人とかも多いと思うよ、コロナだけそういう二極化、すごくあの変わる、まあ、価値観も変わるからさ。だからほら、結婚が幸せとかさ、そういうのもなくなるだろうね。一人でいてもいいんだよとか、子供を産まなくてもいいんだよとかさ、なんか昔の常識が通用しなくなるし、もうすごい変わると思う。で、住みやすくなると思う、地球が。今まではこう偽りでね、お付き合いでとか、なんか取り繕ってみたいななんかそういう、なんかそういう時間が多かったと思う、周りを気にしてとか。だけど多分そういうのもなくなっていって、一人一人がやりたいことをやれる、言いたいことを言える、それで一緒にいれる人と一緒に楽しく過ごすみたいなそういうなんか嫌な人は離れていくみたいな、まあ、すごいいい地区になるんじゃないかなって思う。クミちゃんもね、人間関係悩んだりしてたもんね。私悩んでた。懐かしい。終了されたね、終了されました。友達を終了されたり。突然ね。でもそれって宇宙の流れだよね。そうですね。ああ、ああいう出来事があったから、あ、なるほど。そうそうそう。でしょ、後から分かんない。バレ来てからもいろいろあったわね。あったよね、なんかあったあった。一番は出禁事件ですか。そうそう、出禁、うちを出禁になる。それは出禁にするよね。だって小川市って本当に波動が高いしね、えそんな人は入れないはずだよ確かに門くぐるのが痛いね。そう、まあでもしょうがない、精神状態は。だってクビになってこの先見えなくてね、えどうしていいか分かんなかったんだもんね。でもね、この先見えないのっていうのはみんなそうだから、だってこの先が見える人はあんまないだろ、その霊能者じゃないんだから。見える、だからそんなさ、なんか先を不安に思うっていうのがさ、そもそもさ、
なんかなんでって思うわけ。だってみんな見えない、うん、先は、ね、うん、特にこんなコロナで、ね、この先どうなるか分かんないのはもっとなんじゃん。もっと今までよりもっとこの先どうなるか分かんないのに、それを気にしてどうするのみたいな。気にしたところで何か解決するの？何かそれが消えるの？消えないよね。全く消えないね。だったら他のことに使えばいいと思うね。そんな悩んでる時間を、楽しいことをね、考えたり。そうですね。それもそうだし、なんか見えないから悪いことが起きるっていう思い込みだったの。そう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 。だから負の連鎖だね。考えればよかった。そうそうそう。パンケーキ美味しい。すごい勢いで私多分お皿が空っぽになってくるんですよ。ちゃんと平らげてよ。平らげてた。頼みすぎだし朝から。だって食べ放題って言うから。ビュッフェがないって言うから。さあでも一応こうね。まあゆっくりゆっくり食べればいいよ。まだまだ時間があるから。なんとね、何時間でもいていいって言われたんですよ、ホテルから。ラッキーなことにチェックアウトで11時になったんですよ。そうそうそう、なぜかなぜかね、ミラクルがこうやっていつも起こるんですよ。しかもね、そうホテル代もねちょっと安くなったんです。ラッキーみたいな。ラッキー。そう、普段ね1000ドルぐらいするお部屋が半額以下。半額以下だよね。半額以下ですね。でさらに割引。そうそうそう、さらに割引。何やったんですかって感じですね。まあこうやっていつもなんか怒るよね。こっちが望んでなくても、そう安く泊まりたいとか全然望んでなかったのに、なんか急にそういうことが、ホテルのマネージャーから向こうからご提案が来ました。ご提案が来まして。ラッキーみたいな。もう何も言ってないね。その分なんか使ってあげないと。でも朝のご飯こんだけね、食べ放題だし、ね、これも食べ放題だしね、どうしましょうねみたいな。いやでもまあ YouTube で宣伝しよう。いいホテル、本当にここはすごいいいホテルで、なんか、うん、綺麗だしね。2018年にオープンしたばっかだし、すごいスタッフの対応もいいし、バリっぽくないですよね、なんかこうヨーロッパみたいな。チャンブル自体がバリっぽくないんだよね。僕の雰囲気が、目の前は海ね、波の音がして、まあ、今寒気だからすごい風も涼しくて超過ごしやすいですよ。寒い、うん、寒いぐらいだよね、朝はね。おいしい。この YouTube すごい長くなりそう。もうだって34分そんなに撮ってるんですか。そんな間に私絶対ね、結構耐え上げてますよね。これ別バージョンで撮んなきゃいけないね。あの別口でちょっとアップロードしては別の動画でね、別の動画にするわ。ホテルの動画にこれはくっつけらんないわ。ちょっとこのネタもネタですね。ね、おいしい。まあでもね、そうクミちゃんのことすごいシェアしたかったわけ。うん、だってさ、なんかねえ、うまくいってる人がうまくいくのって当たり前だけどさ、ねえ、スーパーどん底でした。そう、どん底の人がこうやってピラコを起こすって、なんか希望の星だよね。なんか、あ、私もそうやってなれるかもとか、なんか勇気を与えるよね、そういう。なんか私はもう真由美さんだからそうやってできるでしょうとか結構言われちゃうから、私の例って全然なんかみんなのためにならないというか、いやそれは真由美さんだからだよって言われてそれで済まされちゃうから、いやでもみんなもそうなんだよっていうことを、私はみんなにもできるんだよっていうのを伝えたいんだけど、私を例に出すと、いやそれは真由美さんだからだよとか、結局信用してもらえないわけ。それは真由美さんがそうだから、そうそうそう、大丈夫ですよ。大丈夫か。オッケー。